ロシアが世界中の政治に深く介入するために使っている手とは、日々報じられるニュースの陰で暗躍している諜報機関、彼らの動きを知ることで世界情勢を多角的に捉えることができるだろう。国際情勢とインテリジェンスに詳しい山田敏弘氏が旬のニュースを読み解く本連載。今回取り上げるのは、世界各国で影響力を持つためにロシアが行っている工作について。選挙を前にロシアを警戒するアメリカ。11月に中間選挙を控えたアメリカ。政治に絡んだニュースが増えている。例えば、米ニューハンプシャー州で若干25歳の共和党候補が誕生するなど、若い候補が増えてきているという。また、中間選挙前に2024年の大統領選挙への出馬を表明するのではないかと言われていたドナルド・トランプ前大統領が、機密文書を私的に隠し持っていたことが大きなニュースにもなった。さらに、中間選挙を意識したとみられるロシアのスパイ工作についての情報が、米情報機関のまとめたリポートをもとに関係者から漏れ伝わっている。これもニュースになっているのだ。米テレビ局 CNN は、ロシアが2014年以降、世界中の国々の政党に対して合わせて3億ドル以上の資金を秘密裏に送っていると、米情報コミュニティによる報告を受けたバイデン政権の高官が9月13日に語っていると報じている。さらに、この高官は CNN に、これから少なくとも数億ドル規模を秘密裏にばらまく計画をしていると語った。世界で4大陸の24カ国以上にロシアは金を送ってきたという。同記事はリポートに次のような記述があると書いている。極秘の政治的な資金提供をすることで、ロシアは2つの利益を得られるとリポートは記述している。個人や政党に影響を与えることができること、そして影響を与えた政党が選挙で飛躍する可能性が高まることだ。ただ、ロシアの工作と政党が関与するこうした隠れた関係は、民主的な制度の尊厳と大衆の信頼を失うことにつながる。ロシアといえば、2016年の米大統領選でもトランプ候補を有利にするべく SNS などを使い、政治干渉を試みて効果を上げたと指摘されている。その工作に関与したロシア軍のスパイの一部は米司法省から指名手配された。同じニュースを報じた米紙ニューヨークタイムズ曰く、アメリカの情報機関がまとめたリポートには次のような記述もある。ロシア政府とその代理人たちは、外国の政界でロシア寄りの状況を作るために金を送っていた。対象になっている国々でのロシアの活動についての機密状態の情報を、アメリカは公式連絡チャンネルを使って共有する予定だ。在外の米大使館を通して、ロシアによる活動に関する情報共有をしていくことになるという。この水面下の動きをメディアに報じさせるということは、それほどロシアの動きに懸念を示しているということだろう。米紙ワシントンポストも、ロシアの影響工作に関する詳細について、政治への工作が確認されている国は、アルバニアやモンテネグロ、マダガスカルに加えて、さらにエクアドルもそこに入っていると見られると報じている。同紙はさらに次のように指摘した。高官らはアジアのある国についても言及しているが、国名は明らかにしなかった。だが、その国ではロシアの大使が大統領候補に数百万ドルの現金を与えていると語っている。ロシア政府とつながりのある勢力は、また、ダミー会社やシンクタンクなども使って政治的なイベントに影響を与え、時には極右集団の利益になるようなこともしている。アジアのある国と言われると余計に気になるが、大統領候補がいる国となると日本ではないことがわかる。ロシアが数百万ドルを使って影響を行使したい大統領制の国なら、いくつか思い当たるが、それがどこの国であるかは、アメリカでも現時点では報じられていない。名指しされているロシア人2人の実態とは。米政府は7月、2016年米大統領選からの選挙干渉に絡んで制裁措置を発表している。ロシア政府が
世界各地の政界や選挙に悪影響を与える工作をしているとして、米財務省はロシア人2名と4組織を名指しして制裁を科した。発表ではアメリカやウクライナを含む同盟国に対してロシアが民主主義を妨害したり不安定化を狙ったりしていると指摘している。スパイ機関やその協力者が SNS などのアカウントを悪用し、ロシア政府のナラティブを広めるため、偽情報や誤情報、プロパガンダをばらまいている。そう、ロシアは批判されているのだ。情報機関が政治干渉について各国に送って警鐘を鳴らしたリポートには、ロシア人2名が名指しされている。1人はエフゲニー・プリゴジン。ロシア軍などのケータリングを担うなど、既得権益で富豪になったオリガルヒで、プーチンの料理長と呼ばれている人物だ。2016年の米大統領選で、偽情報をインターネットで流布させたサンクトペテルブルグを拠点とする組織、インターネットリサーチエージェンシーを彼は運営している。ロシアの影響工作の中心人物だ。しかもプルゴジンは、ロシアの準軍事組織であるワグナーグループの運営に関与していると言われている。とにかくロシアの汚い仕事を請け負っている人物だ。もう一人はアレクサンドロ・ババコフ。ロシア連邦国会院副議長を務める人物で、プーチンの側近である。国際的な対外影響力と偽情報ネットワークを運営して、影響工作を国外で行っていた。彼らが絡んで現金のみならず、仮想通貨や電子資産などを駆使して金を動かしているらしい。加えて政治家らに高価なギフトを贈ることもしていると指摘されている。ロシアが国外に影響を行使しようとしている事実は日本にとっても他人事ではない。日本はロシアと領土問題を抱えており、ロシアにとって日本との関係は国家的利害関係につながっている。そんなことから日本に対して工作を行っているのは当然だと言えるだろう。政治的な干渉を受けないよう日本の政府も注意深く調べていく必要がある。